おはようございます。ミクサイです。本日のお話はですね、というか、今週のテーマはですね、冷静さを保つということで、まだ3回に分けてやっていこうと思います。で、上を向いてシリーズがですね、一応600回で終了というところで、その600回までの間ね、今までは毎週ね、月水で、1本ずつ出してたんですけども、いつからだ ?570 回ぐらい目ぐらいからかな。ぐらいから、1週間に3本。で、1つのテーマで3つの話をするっていうね、ところでやってまして、で、一応、火、水、木という形で、この2週間ぐらい出しております。で、そのパターンで今週もいきます。はい。一応、600回までその流れでいきますのでね。よろしくお願いします。はい。では、お題の方ですが、冷静さを保つということで、第1回目はですね、まず、そもそも焦ってしまう理由は何なのかというところのお話をしようと思います。常にですね、冷静でね、感情のこう起伏がないと、場合によっては人間味がないみたいなね。常にこう動じなくて、いいんだけど、みんながちょっとね、こう、例えばですね、感動してるとことかでも、いや、でもあれはね、こうでああでねって冷静に言ったら、ちょっと、いや、わかるけどさ、みたいな感じになるじゃないですか。そういうふうに、ちょっとのこう、人間味がないみたいな思われることもあるかもしれないですけれども、でも、基本的には冷静であるっていうことは、どんな時でもね、大事なことになってきます。でも、当然焦ってしまうこともあるわけですよね。でも別に焦ること自体は大して問題ではなくてですね、重要なのは焦ってしまった時にすぐに冷静なポイント、冷静になれるポイント、そこに戻ってこられればいいわけで、で、そのためにどうするかっていうことは、次回以降でね、お話をします。で、今回はそもそも冷静さを失ってしまうのはなぜなのかというところについてです。仕事でですね、トラブルが例えば起こって、パニックになって、もうどうしたらいいかわからないみたいなね。で、結果的に対応が遅れてしまうという経験、どなたも、何回かあると思うんですけど、仕事に慣れてね、大体その仕事をずっとやっていたら、起こるトラブルもね、パターンが分かってくるじゃないですか。なので、ああ、そのパターンねとか、ああ、またそのトラブルねっていうところで、対応もね、わかるから、パニックにならないというふうにはなっていくと思うんですけれども、最初の頃はね、なんだかわかんないので、どうしようどうしようとなってしまうと。で、今のでもうわかったかもしれないですけど、焦ってしまうのは、理解できないからだ、というところが大きいわけですよ。理解できないものは怖いと。例えばピエロ。ピエロって怖いっていうイメージ持ってる人が多いんじゃないかと思うんですけど、あれなんで怖いかというとですね、何をしてくるかわからない。得体の知れない雰囲気を持っている。だから、漠然と、何々ちょっと待ってって身構えてしまうような怖さがある。だからあれピエロの格好、格好がね、こいつ何なんだっていうところから始まって、何してくるかわからない。だから怖いってなるわけですけど、ピエロのメイクとか、服装をしていなかったとしても、変な動きしてくるやつが、例えば前から歩いてきたんですよ、いきなり。ちょっと怖いじゃないですか。ちょっと待って、この人大丈夫みたいな。何する気っていうね。そういう、理解できない、得体が知れないもの、そういうものを、目の前にすると、やっぱ焦るわけですよね、人間。で、トラブルも同じで、理解できないから不安になるし、どうしていいか分からなくなってしまうと。過去のトラウマとね、似た状況に遭遇してパニックになるというパターンもあるんですけど、それはまたちょっと別の話なので、ここでは、省きます。なので、トラブルが起こって冷静に対処しようと思ったら、冷静になろうというふうに思ってもなかなか難しくてですね、まず何が起こっているのかっていうのを知ることが、最初にやることです。怖くても不安でも別にそれはいいんですよ。焦っててもいいんです。
それを置いといて、トラブルの内容を確認していけば、なんかその漠然と大きな闇がこうなんか迫ってきているものが、これ何なんだろうって、そういうふうに見ることによって、一個一個その目の前に迫ってきているものがどんなものなのかっていうのがね、こう見えてくるので、そうすると落ち着いてくる。で、内容を理解したら、あ、なんか自分が思ってたより大したことなかったなっていうこともあるわけですよね。でも理解しようとしてもできないと思う人もいると思うんですけど、それはですね、全部一気に理解しようとか、トラブルって早く手放したいので、一気に解決しようという気持ちがこう先行してね、それで焦ってしまったりもするわけですけど、でもそれをするとわけわからなくなるので、結果、対応をミスってしまうと。トラブル解決しようとしたのに、さらにトラブルをこう呼び込んでしまうという可能性も高くなるので、だからまず、例えば大枠を理解するとかね、大体これってこういう内容のことだなっていうところからまず理解するようにしてみるとか、あとは一個一個こうなんか切り分けてね、誰がどこで何をどうしてみたいな風に切り分けてみるとかね、そういう風にしていくと、一個一個だったらなんかこうわかると。で、そのパーツを組み合わせたら、ああこういうことかっていうのは見えてきたりもしますからね。で、そうやって分けていって、で、正体がその迫ってくるトラブルとかね、不安の正体が分かってくると、自分はじゃあ何をすればいいのかというのも自然と見えてくる。で、答えをこう出そうとしなくても、あ、じゃあこうすればいいかなっていうのが見えてくるわけですね、自然と。だから焦らないためには、正確にはその焦りがあっても落ち着いて動けるようになるためには、問題を理解することに集中すると、それを優先するといいということですね。さっきも言いましたけど、すぐに手放したいとか解決したいって思う気持ちがどうしても強く出てくると思うんですけど、そこをぐっとこらえて、まずは理解に努める。結果的に、それがね、早く解決することにもつながるので。まあ、そうは言っても、例えばクレームとかもらってね、ガーってこうなんか、わけわかんないこと、あることないことね、言われたりとかすると、いや、怖い、嫌だ、逃げたいとかっていう思いも出てくると思うんですよ。で、そういう思いが出てきちゃうと、相手の話をちゃんとね、聞けてなくて、さらにクレームをもらってしまうとかね。あとはその、怖いから、なんか相手の言うことを全部はい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 言っちゃって、なんかとてもじゃないけど飲めないような要求を飲んでしまうとかね。そういうちょっとめんどくさいことになることもある。だからそうやって理解する前に落ち着けないと、冷静になれないという方もいらっしゃると思います。なので、それについては、明日、じゃあ冷静になるのに、その、比較的簡単な方法についてお話をします。まずは、今回の話は、理解できないからこそ、その、焦ってしまうわけで、まずはその理解に努めるということに意識を向けてみてくださいというお話でした。はい。ということで、本日のお話は、冷静さを保つ、焦ってしまう理由。というお話でした。では、今日も素敵な一日を。